ろしくお願いします。さて A たす B が91、まあこれ91対1914なんですけれど、まず91になることを考えていきますけど、91になる組み合わせかなりありますよね。ならば、A かける B が1914になる組み合わせをしっかり考えていくということになります。なのでまずは1914が何で割れるかっていうのを明確にしていきましょう。まず1914は2で割れて、はい、こうなりますね。957。で、957は3で割れて、319。で、319はさらに3で割れて、3で割れないですね。はい。12引く1で11ですね。11で、29と。ということは、1914は 2×3×11×29。このような整数で割れるということになります。これの中に A と B があるって考えれば、どれかが A でどれかが B。まあ、組み合わせになりますよね。どれか何かを選んで A、他の何かを選んで B っていうことになります。で、それで A たす B が91になるような組み合わせを考えていきます。まずは2桁の22を考えてみましょう。はい、2桁なので、22が A だったとして、次 3×29 の、87ですか。じゃあ、あとはこれの足し算が、今回は100超えてますので、91にはなりません。はい、っていうように調べていきます。はい、じゃあその次22調べたのは、その次は33ですかね。はい、33を調べると残り58。これも同じく、これ掛け算したら1914ですね。はい、足し算したらどうなりますか？はい、足し算したら91になります。はい、というわけで2つは33と、58であれば、和が91で積が1914になると。はい、ということでした。はい、以上です。ありがとうございました。